はい、皆さんこんにちは、小坂でございます。パラノマサイト続きをやっていこうと思います。さあ、シギマ春江さんのショーに入りましたが、2パート目ですね。こちらから今日はやっていこうと思います。面白い話、いや本当に面白い話なんでございましょうか。なんかいろんなピリピリとしたね、駆け引きがね見えそうな感じだ。前回のあらすじ、送り表紙儀の呪いは受けたが、それは使わず呪詛玉を奪うことで蘇りの秘術を使おうという提案に乗ったシギマ・ハルエはカイ・リヒタを貸り主の捜索に送り出した。まあそこでね引っかかってね、私もあの前回のキエ君はライターを持ってることを確認されて、うん、目をつけられたっていう感じでしたね。キエ君来るのかな、この世界線に。シギマ・ハルエ、午前1時台、シギマ邸応接間。探してこいついるぞってなったら連絡が来て、そして入るって感じですかね、あの現場にね。カイさんが出て行ってから1時間以上が経っていた。何かあったら電話で連絡をよこすとのことだったが、まだ何もない。何もせずただ待っている。はいはい。生け花を見ているとほんの少しだけ落ち着く。聖火かな、どっちだろう、聖火の方かな。掛け軸、眺めていても何も感じない。どうに見慣れてしまった。もう風景化してるものってなかなかね、再認識するのがね、意識しないと難しいですよね。レコードでも聞く、やめよ、夜中だし聞きたい音楽も特にない。うん、静かですね。なんか新聞があるな、応接セットもある。あ、応接セットの裏がなんとかってなってなかったっけ。そういえばお茶の一つも出していなかった。お茶の入れ方なんてわからないけど、喫水だ、喫水のお嬢様である。そうか、一回も入れたことないのかな。新聞、あれ、新聞、椅子の上に置いてあったものが落ちたみたい。さあ、ちょっと一旦放っておきましょう。ちょっともう一回戻ってきます。ファクシミリ、使うことはほとんどない。持ってる相手がいないから。まあお仕事とかでね使われてたかもしれないですけどね。まあどうかな、でもちょっと警察文書はね、もうあのファックスで送るはなかなか難しいか。カイさんからの連絡を待っているけど、いまだ電話は鳴らない。まあ、多分新聞を読んだら来るんじゃないかなと思っているので。この時間ではテレビも放送していない。つけても無駄。ああ、ね、深夜のあの放送時間じゃない時のあのザーっていうやつ。あれがすごい懐かしいですね。もう見ることはないね。時計の音が。静かだ。もう今はなんかね、24時間何かしらのコンテンツがねやってる時代ですからね、まさかそんな時代が来るとは思っていなかったけれども。なんかあるかな、新聞以外はないか。じゃあ新聞行きましょうか。よいしょ、ちょっと視点動かしすぎてごめんね。はい、読みます。新聞、応接間に置いておくために取っているもので、私はそんなにきちんとは読んでいない。ここ数年まともに見ることもなかったけど、でも自分沙汰だし見てみようか。わあ、いっぱいある。社会欄、経済欄、文化欄、教育欄、テレビ欄。まあテレビ欄から行く人が多いんじゃないですか。どうですか、新聞は。まあ一面見てでテレビ欄見て社会欄みたいな、なんかそんな感じがするな。テレビはあまり見ないけど、最近は世の中の情報のすべてがテレビを中心に回っているのを強く感じる。うちの誘拐事件もテレビ報道を父が規制したらしいので、そこまで騒ぎにならず助かった。はいはい。いやー、昔はね新聞だったんでしょうね、主なツールがね。もう今は SNS のね時代だから、いろんなね、もう情報がネットを飛び交ってますけどね。今は
漫才ブームが終わって漫才師たちが漫才をやらない番組が流行っているらしい。超能力者や霊媒師が出てくるような特番も多い。オカルト系が人気というのは本当なんだ。確かにいろんなね、日本人も多かったし海外の人も多かったよね、昔はね。今や高校全入時代と言われ、中学校卒業後は女子も高校に進学するのが当たり前になっている。子供一人一人の教育に力を注ぐだけの余裕が生まれてきたということらしい。大企業に就職するためには良い大学を出るのが必須という学歴社会になって、私のような団塊の世代の子供の世代は同年代の人数が多く、受験戦争はますます激化し、そのストレスや反発からか校内暴力や非行少年も増加しているとか。でもうちの子に限ってはそんなことは絶対にないと信じてた。この欄は見るのはやめておこう。どうしてもあの子を思い出す。まあね、しっかり教育ママをねされてたはずですからね。さあ文化欄。人々の暮らしにも余裕が出てきて、ここ数年で様々な娯楽が生まれているらしい。ちょっと前まではインベーダーを撃ち落とすゲームが大流行りしていたけど、最近は遊園地よりも豪華なテーマパークという施設や家庭のテレビにつないで遊ぶゲーム機が出て人気らしい。私が生まれたぐらいの世代ですね。ベストセラー小説の映画化や特撮映画などヒットする邦画の話題もよく耳にする。レコードは私の頃はグループサウンズやフォークソングが流行していたけど、今はシティポップと呼ばれるジャンルやアイドル歌手が主流になっているらしい。そんな話を聞いても私にはあまり興味が湧かない。やっぱり話を聞いてる感じだと私が生まれるちょっと前ぐらいのお話が新聞に載ってそうな感じがしますね。さあ文化欄。あと最近だとナメドリと呼ばれる不良の格好をした鳥が商品化されて大人気とある。あ、さっきカイさんが言っていたのはこれのことか。次々に新しい娯楽が現れて流行がどんどん入れ替わっていく時代になっている。私はついていくのはもう無理だろうけれども、新人類と呼ばれる新しい価値観を持つ若者たちが引っ張っていくのだろう。そんな単語あったんですね。はいはい。さあどんどんね遡って経済欄。ここ最近の経済状況。戦後の高度経済成長もピークを過ぎて、多くの大企業が安定して台頭する時代。今は1ドル220円から230円くらい。製造業が増えて国産製品の輸出が好調なのだとか。まあこの頃の円と今近くなってるのかな。ね、もっと前は円強かったけどね。一時期に比べたらドルも下がったけど、これからもっと下がるのではと言われている。確かにここ数年で人々の暮らしは明らかに豊かになったと思う。テレビや車は当たり前になっているし、スーパーに売っている食品も種類が増えたらしい。高度経済成長の時代。都市部に人が集中し、土地の値段がどんどん上がって、マイホームが夢と呼ばれるようになっている。これから都心では一戸建てが減り、マンションが増えていくか。うちは一般的なサラリーマンではないので、どうしても世間との隔離を感じる。帰りかな。でもやっぱそういうね、時代時代によってやっぱ家庭でも思うことはいろいろあったんでしょうね。今もね変わらず悩みは尽きないとは思いますけれども。はい、社会欄。今社会問題になっているのはもっぱら都市郊外のようだ。ほう、確かにちょっと前まで本当に大気汚染や水質汚濁がひどかった。川は工業排水や生活排水で泡だらけ。
近づくだけでヘドロの匂いが立ち込める。深刻な公害病が発生し、人々の意識が高まってきて、ようやく改善の方向に向かってきたが、そういえばそう思うと川の水はだいぶきれいになった印象はありますけどね。排気ガスや光化学スモックなど、工業地域の空気はまだまだひどいものだ。もうね、皆さんね、社会問題として取り上げるのが結構常になってきましたからね。凶悪な犯罪や事件も後を絶たない。先日も区内の公園で警察官の死体が発見されるという事件があったようだ。うちの家系に警察関係者は多いので、どうしても気になってしまうけど、去年の一件以来辛くなるのでニュースもあまり見ないようにしていた。そっか、本を読んだかな。もうちょいですね。高校生少女の自殺。あ、すごく大事な話題が最後に。あ、確かに1週間ほど前、近くで学生の投身自殺があった。原因はいじめか受験かとか言われていたけど、うん、え、あれ、嘘、この1週間前に自殺したこの名前、駒形高校の白石道代って。何やら覚えがありますね。息子の誘拐に関わっていた白石道代は1週間前に自殺していた。どういうこと。城之内という教師はすでに死んでいる少女を恐れていたの。呪いってそういう理由。私ではわからない。甲斐さんに相談したい。電話はまだ、電話、受話器が上がってたりしない。ああ、どうだろう、ちょっと見ようか。甲斐さんからの連絡を待っているけど、未だ電話は鳴らない。大丈夫、受話器は上がっていない。かかってくればすぐに鳴るはず。はいはい、ちゃんと周りを調べてましたからね。はい、出ましょう。はい、シギマです。はい、シギマ春江、午前2時台。さあ、今の情報知ってるのと知らないのとだと、もしかしたらね、どうだろう、ルート変わったりするのかしら。駒形橋。電話で甲斐さんに呼び出され、私たちは隅田川に架かる駒形橋まで来ていた。甲斐さん、あなたに話したいことがある。そうか、奇遇だね。僕もだよ。はい、まあじゃあ話していきましょうか。あー、順番がある。ちょっと待ってね。まあでも情報は先に渡しといた方がいいような気がするな。そしたらちょっと考察もありそうだしね。ちょっと周囲を見るの忘れてましたね。隅田川に架かる橋の一つ、駒形橋の上にいる。高速道路と大通りに囲まれているけど、さすがにこの時間だと交通量はほとんどない。はい、詳しい情報見ていきましょう。駒形橋、どこかでね、渡っているかな。隅田川に架かる橋の一つ、竣工は1927年。もう竣工っていう言葉初めて見ましたね。多分関東大震災後の復興事業において当時最先端の建築技術が用いられ、デザインとしてもアーチが特徴的な外観となっている。隅田川には多くの河梁であってるかな。隅田川には多くの河梁が存在するが、それぞれ異なる構造形式とデザインが用いられている。なるほど。今でもね、勉強になりそうな橋ですね、きっとね。さ、周りは見れる？見れるな。あ、間違った、周囲おっしゃった、ちょっとずれちった。はい、隅田川そのものですね。隅田川、汚染で淀んだ川だけど、夜になれば静かに佇む水面は穏やかな表情を見せる。マダム、やはり地元の人にとってはこの隅田川は故郷のシンボルみたいな存在なのかい。
さあ、少なくとも私はあまり好きじゃない、うん、そうだったね。誘拐事件の後、あの子はこの汚い川で見つかった。こんな冷たくよどんだ水の中に一人ぼっちで、さぞ怖かったでしょうに、寒かったでしょうに。どうして罪もないあの子がそんな辛い目に。それから私、毎日この川のほとりに来て、川に向かって、お願いだから返して、あの子を返して、とただただ祈り続けていた。幾日も幾日も。昔から川というものはこの世とあの世の境界だと言われていてね。それだけ流れる水を越えるという行為には霊的に大きな意味があるそうだ。人々が江戸で暮らすようになった頃、中央に住む人たちにとって、この大きな隅田川の向こう岸というのは、まさに異世界だったらしいね。かの地には、人々からの奇異的な感情が集まって渦を巻いていた。明暦の大火という大災害の後、両国橋が仮設され、本格的に本所開拓が行われたわけだが、その際この地域は縦横に開削した人工河川で囲われ、さらにいくつもの堀や割下水が張り巡らされた。それは洪水を防ぐための治水だと習ったけど。それもある。だが大川の彼岸という異世界に渦巻く汚れや地味毛量の類を、川で囲ったこの地区に閉じ込めて、死岩、すなわち現世に現れないようにする、そんな意味合いが密かにあったそうだよ。つまり本所はあの世に近い場所とされていたってわけ。だからこそ、蘇りの秘術なんてものがここに眠り、そして本所七不思議とその呪いが今なお残り続けているというのはあるだろうね。そして今僕らが立っているここは川の真上、まさにこの世とあの世の境目だ。人が蘇るくらいの奇跡が起こったとしても、まあギリギリおかしくないだろう。川に向かって祈りを伝えたマダムの行為も、あながちデタラメってわけじゃない。それって慰め？いいや、考察だ。そう、面白い話。はい、情報が出てきましたね。はい、隅田川、もうね、皆さんには花火大会っていうイメージ、私もそうなんですけれども、それが多いんじゃないかなと思いますね。大きい川ですよね。東京の東部を流れて東京湾に注ぐ荒川水系の一級河川。江戸時代には城下建築を支える材木運送の要であるとともに、ああそうか、そうだよね、材木水運びますもんね。須田堤、はい、あ、読み方そうやって読むんだ、は花見や川遊びなど庶民にとっての行楽の場であり、多くの錦絵にそのにぎわいの様子が描かれている。現在こそ改善されているが、戦後には生活排水や工業排水による悪影響に悩まされた時期もあった。もう今はちょっとわからないぐらいだよね、多分ね。隅田川には両国橋や東橋をはじめ、デザインの異なる橋が多く架けられているのが特徴で、観光スポットとして訪れる人も多い。また夏の花火大会は欠かせない風物詩となっている。都市の発展に川の存在は欠かせないものだが、江戸から東京へと共に寄り添ってきた隅田川のその情緒あふれる風情は、多くの
文人墨客を刺激し、様々な文学作等の舞台になっている。ああ、そうだよね。絵画だったりとか、文学作品だったりとかで、会場でね、出てくる作品も多いかな。曲名とかもね、多いですよね。隅田川が入ってるものはね。愛されてますね。さて、あれ、隅田川まだあれですね。まだ選択肢があるな。ああ、そう。隅田川と言ったらもう一つ思い出す話があるのだけれど、聞いてくれる？もちろん。20年くらい前、私がまだ学生だった頃の話。その頃の隅田川は今よりもずっとずっと汚染がひどくてね。工場の排水や不法投棄されたゴミだらけ、ヘドロまみれで匂いもひどかったし、犬や猫や鳩の死骸なんかもたくさん漂っていた。ある日、そんな大量のゴミに紛れて、行方不明だったクラスメイトの左手の一部が見つかったの。恐ろしい話ですね。何？本当に偶然の出来事で、たまたま人の手の形をした部分が見つかって、手のひら以外は腐って落ちてる状態だったんだけど、たまたまその子に特徴的な指の傷跡があったから身元が判明して、さらに骨が刃物で切断されていると分かって、これは殺人事件だってなって。それはもしかしてねじま事件の話か。あら、よく知ってるのね。さすが。カイさんはまだ小学生くらいだったはずでしょう。さすがに知識として知っているだけだが、あの事件の被害者の少女はマダムのクラスメイトだったのか。はい、何かすごく恐ろしい事件の話が出てきましたけど。はい、ねじま事件まとめ。20年以上前に起こった女子高校生惨殺事件。隅田川に人間の左手の一部が浮かんでいたのが発見され、調査の結果捜索願いが出されていた女子高校生のものだと判明。切断跡が確認されたため、殺人及び死体遺棄事件として捜査開始。隅田川に残りの遺体がないか大規模な捜索が行われたが、当時の汚染された河川とヘドロで調査は一向に進まなかった。はい、いっぱいあるね。視界は悪く、汚臭もひどいため長時間の捜査は困難で、挙句に潜水調査員がみんな体調を崩すこととなったが、それでもかろうじて被害者の頭部と脚部とみられる部位のみが発見された。当時は最も環境汚染がひどかった時代と言われており、はい、魚や貝は消え、隅田川の花火大会も中止になるほどであった。相当ですね。またその調査の中で身元不明の人骨の一部も複数発見された。惨殺が一体だけじゃなかったってことかな。当時上京してきて行方不明になっていた少女が複数にいたため、同じように巻き込まれたのではないかと世間を騒がせた。ただ当時の鑑定技術では骨からは身元までは特定できず、これらの破骨については実験化されずに処理されている。やばいですね。これ結構いろんな話に絡んでくるお話なんじゃないのかな。状況証拠が圧倒的に少ないため捜査は難航を極めたが、ふとしたきっかけである無関係の人物が容疑者として急浮上。別件での聞き込み中に一般公開されていない被害者の些細な特徴を話していた人物に嫌疑をかけ、地道な裏取り捜査を進め、どうにか逮捕に至った。あ、逮捕はされたんですね。犯人は被害者と何の接点もない36歳の自営業の男、根島文親であった。根島は道を歩いていた被害者少女を拉致し、自宅兼店舗の地下倉庫に監禁。恐ろしすぎる話ですね。その少女を狙った理由はたまたま夜道を一人で歩いていて都合が良かったという理由だけだった。監禁して数日後、根島は少女の体を拘束し、
口を縫い付けると縫い付けるのやばいな。意識があるまま手足の指を業務用カッターで切断した。少女がその苦痛に声にならない叫びを上げ暴れる中、じっくり観察するように時間をかけて手足首から肘、膝とだんだん中心に向かっていくように各部位を切断していった。少女は意識を失っても別の切断の痛みで覚醒するのを繰り返し、やがて失血によって絶命するまでそれは続けられた。いや、恐ろしい犯人ですね。その後、遺体をさらに細かく切断し、裏手の隅田川に行き、地下室を清掃し、何食わぬ顔で日常生活に戻ったという。この人倫に戻る、人倫にもとる陰惨な事件が報道されると、ああ、触れるっていうことかな？世間は凍りついた。逮捕後、犯行は素直に認めたが、動機については、自分はどうかしていた。悪いことをしたと泣きながら反省を述べるばかりで、その真意は最後まで謎のままとなった。また犯行から処理までの手口が明らかに手慣れていたため、同様の犯行をこれまでにも何度か行っていたのではないかとの疑いもあったが、結局それを裏付ける証拠は出てこなかった。第一審での判決は無期懲役となった。被告柄の控訴はなく、そのまま執行された。無期懲役ってことはまだ死んでないですかね。まあその人がね、なんか脱獄するとかね、あの世間に戻ってくるってことはなんかありえそうな感じがするけれども、どうだろう。はい、人物リストも更新されました。いやー、ねじまさんの姿が見えた。姿があった。結構太ってる。なんかこういう犯行する人ってなんとなくナイフ使いなイメージがあって痩せてそうなイメージありますけど、この方二重顎ですね。はい、ねじまふみちか。絵があるってことはそういうことかなって思っちゃいますけど、20年以上前にねじま事件と呼ばれる虐殺事件を起こして話題になった男、出てくるんじゃないかな。それはもう身の回りに走った衝撃たるや。だってね、体の他の部分も川に沈んでるはずだって。汚泥のような川底をさらったけど、結局一部しか発見できなかった。ほとんど腐って溶けて流されちゃったみたい。その代わり川に潜って捜索した調査員が全員体調を崩したのだとか。それは気の毒な話だ。全方位で汚い川だからいいやという心理で何でもかんでも投棄されていたそうだね。それで一層汚染が進む悪循環だ。誰だってそんな汚れた川に潜って捜索なんてしたくないだろう。そう、つまりこの川の底は誰も探さない場所だった。でね、当時は世の中がすごいスピードで変化していた。人も物もごちゃごちゃだった。混迷の時代、東京には地方から上京したり近県から家出をしてきたりで若者が多く集まっていて、そのうち何人もの人が悪い人にさらわれて、誰にも知られないまま行方不明になったという事例が多かったのだとか。もしね、人の死体を切り刻んで当時のこの川に投棄したとしたら、すぐ腐って腐臭も全然目立たずヘドロに埋もれまず見つからないだろうって。まさかクラスメートの子を殺して切り裂いて捨てた犯人ねじまふみちかはその後無事に逮捕されたけど、その様子からきっと余罪はたくさんあっただろうって。他にも同じような目に遭った子が何人もいたはずって言われてた。でも結局その証拠は見つからなかった。
多分この川の底だから。汚れた川はもっと数多くの死体を飲み込んでいたはずで、そんな噂が広まってみんなあまりこの川に近寄らなくなった。つまりこの川そのものがすでに十分汚れているのっていう話。どう？なるほど。どんなに見た目が浄化されようと、汚れが染みついた川にいい思い出などないわけだ。しかしマダムは随分とねじま事件に詳しいんだね。え？だってね、隅田川で左手の一部を見つけたの私だったから。それがなければねじまの犯行が発覚することはなかっただろうって。検挙できたのが奇跡だったと警察から感謝状をもらったりした。それが警察庁幹部だった父から唯一褒められた行い。そうか。犯人にとっては運がなかったわけだ。そうね。恨んでるかしらね。めちゃくちゃ大事な話が隅田川にいっぱい眠っているんですけれども、まだチェックマークがつかない。隅田川、私にとってはとても闇が深い川だ。さすがに終わりましたかね。いやー、隅田川にね、もういろんなものが眠っていたけど、お話も十分に沈んで眠っていましたね。さあ、他に周囲には何もないかな？ね、なめどりさん、ん？なんかあるけどこれ。これなんだ？これは特に何もないのか。何もなさそうだ。何かが落ちてるように見えたけれども、まあ、有田くんとちょっと話さないといけないからね。隅田川を眺めている。さあ話しましょうか。いい加減ね。さあ情報は入れておきましょう。相手にちょっと信頼の証として。私の話から。私の話をしても。ああどうしたんだい。あのね、白石光代って子いたでしょ。ああ誘拐事件の日に周一少年と一緒にいたという女学生だね。そう、その子だけどもう死んでるんですって。何？先週この近くで自殺した学生が白石道夫という名前だった。確かに自殺があった。そうか、名前までは把握していなかった。なんてこった、一足遅かったか。ようやく掴んだ手がかりだったのに。いや、むしろこの自殺によってあの城之内という教師の気持ちが動いたのか。呪い殺されると言っていたのは死者の怨念ということだったか。その子に話を聞けないとなると話が振り出しに戻っちゃった。いや、あの教師何か知っていて隠している。少なくとも白石道夫の自殺の原因に城之内自身が関係していると思ってる。だからこそ自分が死者に呪い殺されると恐れたのだろう。うん。そこに誘拐事件が絡んでいる可能性は高い。まあなんとなく察しはつくけどね。察し？推理とも言う。マダムはわかるかい？城之内教諭が何を隠していたのか。さあなんとなくでちょっと推理いけますかね。そうね、なんとなくだけど。はい、あーどっちからか。なるほど、まあ城之内教諭はかな。はい、白石道夫かな。はい、
いやー、殺害したか呪っていたか脅迫していたか、脅迫か殺害か呪っていたかか、どれだろうな。まだちゃんとね、推理を組み立てないままここに入ってきてしまったので、まあ殺したんじゃないかな。呪っていたは多分違うと思う。脅迫はもう死んでるから特にあれじゃないかな。城之内教諭は白石道夫を殺害した。違う。なるほど、白石城は自殺ではなかったということかな。それなら確かに城之内が逆恨みを恐れる理由はわかるけど、さすがにちょっと考えにくいんじゃないかと思うな。違いました、ちょっと適当にやりすぎた。そう、残念。探偵の真似事で推理なんてしてみてもうまくいかないのね。まあ今はその話は置いておこうか。いずれはっきりするだろうからね。とにかくあの城之内という教師にはもう少し話を聞いてみる必要があるな。はい、ちょっと私の適当な当てずっぽ推理が残念ながらブブーっていう音を出してしまいました。さあ、意外とこのパート長いですね。話していこうかなとも思ったんですけれども、この先の展開がきっとこのシーンであるはずなのでね、一旦ここで区切ろうかなと思います。いやー、いろんな情報がね増えましたね。ちょっと頭を整理しつつ次の推理ではちゃんと一発で当てられるように、まあ、選択肢にね正解がない場合もありますけどね、はい、まあ、可能性を残した推理ができるように頑張ろうと思います。ではでは、次回に続きます。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。